ニッピコンコはカナダのオンタリオ州スペリオル湖の北にある湖であり、オンタリオ州の中にその全体が入っているものとしては最大の湖である。五代湖のうちの四つはアメリカ合衆国とカナダの間で分かれているので、これに該当しない。ニッピコンコは五代湖の六番目と言われることもある。最終表記が終わった時、当時のニッピコンコはアガシー湖の排水経路の一部だった。 フランスのイエズス会、クロード・アルーズが1667年5月29日にニピゴン川の傍らで最初のミサを行った。アルーズは1649年から1650年に起こった色イ,イ族の襲来の時にそこへ逃げてきたニッピシング族インディアンの村を訪れた。イエズスカではそこの湖がラク・アリミベグと呼ばれており、その後アレ・ミピゴンあるいは アレピゴンと呼び方が変わった。この言葉は、連続した水あるいは、水平線の向こうに伸びる水を意味する、オジブー英語のアニムビーグングから派生した可能性がある。ある資料では、この名前が、深く、澄んだ水とも訳されると言っているが、この記述は、玉神子のものである。今日、オジブワ族は、ニピゴン公、アニムビーグーザーガイガンと呼んでいる。百七十八年。 ジョン・ミッチェルによる地図では湖をラゴ・ネピゴン、その出口を海・ネピサキと記していた。1807年のジョン・キャリーによるアッパーカナダとローワーカナダの新しい地図では湖はレイク・セント・アンアあるいはウィニン・ピグと呼ばれており、川の方はレッドストーン川となっていた。今日、ニピゴン川沿いに住むレッドロック・ファーストネーションはレッドストーンという名前を持っている。 1827年のフィリップ・ヴァンダー・メーレンによる地図、新しいブレターニュの部分では、湖はエルサンテアンと呼ばれ、川の方はニピゲオン川とされている。1832年、有益な知識の融合のための教会による地図、北アメリカ、シート4、スペリオル湖では、湖がセントアンあるいはレッド湖、川はニピゲオンと呼ばれ、ガル川出口近くの高台は、 ニーピゴン法とされていた。1883年までに、レッツサンカンパニーによる、カナダの統計的また、一般地図のような地図では一貫して、湖をニピゴンコとするようになっていた。1683年、ダニエル・グレイソロンシュール・デュルートが、ニピゴンコ道に系が交易基地を設立し、その兄弟であるクロード・グレイソロンシュール・ドラ・トゥーレットに、ちなんで、トゥーレット・トリデと名付けた。 1685年のアレクシス・ヒューバート・ジェイ・ロットの地図では、この砦が、湖の北東端にある、オンバビカ湾のどこか、オンバビカ川とリトル・ジャック・フィッシュ川が注ぐ場所にあった、ことを示唆している。この基地は、西側のフランス基地の大半と同様に、1696年に、国王の命令で閉鎖された。この時、ビーバーのベルトが過剰なために1681年に、 作られていた公益許可の仕組みが廃止された。この基地は18世紀にカマニスティゴやトリデの補助として再開され、フランスが支配していた時代は活動を続けた。1744年4月17日、海洋大臣、モーリパ伯爵が、カナダの役人にジャンド・ラポルトがヌーベル・フランスにおける奉仕の報酬として、その後にアレン・ピーゴン湖から上がる利益を与えると知らせた。 大太子時代のエドワード8世、ニピゴン湖で、1919年1763年、パリ条約が締結された後、この地域はイギリスに渡され、ハドソン湾会社が、その交易の範囲を、ニピゴン湖を含む範囲まで拡大した。イギリス領北、アメリカに組み入れることも検討されたが、スペリオル湖に注ぐ流域が正式におじぶえ、 俗インディアンからカナダ植民地に譲渡されたのは1850年になってからだった。ミシェマッカー州庁のためにニピゴン湖に近いガル川の両岸に4平方マイルの居留地が取って置かれた。1871年、ニピゴン湖は新しいサンダーベイ地区に組み込まれた。ニピゴンのタウンシップは1908年に法人化された。グリーンストーンの自治体は2001年に法人化され。 オリエントベイ、マクディアミット、ベアドモア、マキナ、ロングラック、カラーマット、ジェリコー、ジェラルドトンを含んでいる。1943年、カナダとアメリカ合衆国はジェームズ湾に流れて、その後ハドソン湾に行く水をスペリオル湖に交わす動き迂回を行うことに合意した。この迂回路は、動き側の上流をニッピゴン湖に接続する。この水は、 ニピゴン川の水力発電所産機を支援するために使われる。迂回は1914年に国際合同委員会が設立した国際スペリオル湖、制御委員会が管理している。ニピゴン湖州立公園が、ニピゴン湖の東側にある。1999年この公園の面積が14.58平方キロメートルから9.18平方キロメートルまで減らされるよう協会が 修正された。その土地は、サンドポイントファーストネーションのために保留するべく、カナダ政府に戻された。ニッピゴン湖の衛星写真、ニッピゴン湖の水面は、海抜260メートルにある。ニッピゴン川が、南のスペリオル湖、ニッピゴン湾へと流れ出している。ニッピゴン湖と、川は、スペリオル湖最大の支流である。オンタリオ州サンダーベイシからは北東に120キロメートルにある。 湖内にある島を含む湖水面積は4848 48平方キロメートルあり、ウッズ湖の3150平方キロメートルより大きい。湖内にある大きな島は、カリブー島、ゲイキー島、カタトータ島、ケルビン島,ン島、ローガン島、マーチソン島、マレー島、シェイクスピア島である。最大深さは165メートルである。北アメリカの地質図。 ミッドコンティネンタル地交代がキウイーナアンチ交代と記されている湖は、そのそそり立つ崖と奇跡と呼ばれる暗緑色の鉱物の微流で構成される異常な暗緑色の砂浜で知られる。森林のトナカイの生息域として重要である。ニッピゴンコの有色鉱物は約11億900万年前と推計されるミッドコンティネンタル地交代系形成中のリフに関わる。 大陸玄武岩火星活動の証拠を与えている。厚さ150ないし200メートルまでの大きな岩礁がリフトに関わり、数百メーターの高さがある崖を形成した。ニッピゴン港を中心とする、有色鉱物と超駆鉄質岩の貫理が、ニッピゴンエンベメントと呼ばれる、リフトのオーラ湖原を表している。この地域のファーストネーションには、アニムビーグーザー外ガガンアニシナーベクファーストネーション、 ビーンジティワビクザーギングアニシナーベクファーストネーション、ビングイネアーシアニシナーベクファーストネーション、レッドロックファーストネーション、ガルワンファーストネーションがいる。元ホワイトサンドファーストネーションもニピゴン湖の北西岸にいたが、1942年に移動させられた。これら6つのファーストネーションで約5000人の人口がいる。ニピゴン湖沿いに3カ所のインディアン居留地があり、 上記のファーストネーションは入っていない。マッキンタイアワンインディアン居留地第54は4つの、ファーストネーション、ジャックフィッシュジマインディアン居留地第57は、ガルワン、ファーストネーションが領有、レッドロックインディアン居留地第53は、レッドロックファーストネーションの支配下にある。CBC のテレビ番組、スピリットベイは、ビーンジティワビクザーギングアニシナーベクファーストネーションの、居留地で、 1980年代半ばに撮影されたカナディアンナショナル鉄道の本線が湖の北を走っている。別の支線が湖の南東部、オリエント湾とマクディアミットを通り、その後内陸のベアドモアに向かう。オンタリオ州道11号線も湖の南東部を通っている。ありがとうございます。